野菜もっさいとは、千葉県木更津市を代表する踊り。毎年8月14日には、木更津港祭りのイベントの一つとして、野菜もっさい踊りが、木更津駅西口の富士見通りで行われる。もともとは、木更津人区の林言葉の一種で、そこのけそこのけという意味がある。柳川の上流にある、船き場の、森が名って、 野菜もっさいとなったとする説が有力である。また、掛け声の、おっさんおっさとは、これも木更津人句の林言葉の一種で、おおそうだよと同調する意味がある。1960年代1970年代の木更津市周辺には、新日本製鉄機密製鉄所ができた等の理由により、昔からの木更津住民だけでなく、新たに木更津に来た住民が増えつつあった。 そのような状況の中、従来の木更津住民と新しい住民との交流の場として、歌詞にもある、みんながお隣同士を合言葉に、1974年から木更津港祭りの一企画として開始された。歌は、リュークエーセスが担当。ほぼ同時期に、徳島市で行われる、徳島市阿波踊り同様、数十人から多いものでは、数百人で、連を結成する。 野菜もっさいのことを、暴走版泡踊りと表現することもある。1999年にザ・鉄腕・ダッシュのパロディ番組の鉄骨、ダッシュで主題歌として使われ、その番組が本家で取り上げられたり、2002年に放送されたテレビドラマ、キサラズ・キャッツ・アイで、知名度は全国区になり、今や千葉県を代表する踊りとなっている。 従来より参加していた新日本製鉄等の地元企業関連や地元町内会の他に全国各地から集まった木更津キャッツアイのファンによる木更津キャッツアイ連が毎年結成されている2006年には工述の野菜もっさい大賞に輝いている他にも 木更津とゆかりの深い騎士団のファンによる村寺や、木更津市のローカルヒーローである、大鳥神や剣のファンによる村寺などがある。8月14日の野菜もっさい踊りは、事前申請した、連のみ参加可能。ただし、一般の人でも年中、木更津市内にある、ホテル、三日月竜宮城で踊ることができる。また、木更津周辺町内の盆踊りなどでも行われる。 連の構成、及び口述する、各種ルールについては、毎年の連募集の際、募集要項にて決められている。なお、レコードや CD へのシングルカットはされていない。木更津市観光協会が制作する、歌で尋ねる、木更津ズ情緒という、木更津の民謡等をまとめた CD に収録されている。また、 限定発売された TV ドラマ版のキサラズ、キャッツアイサウンドトラックにもボーナストラックで収録されている。審査により優秀と認められたレーンには以下の通り表彰がある。なお、下記は通常開催での賞であり、2020年2021年に大体開催された、勝手に、野菜も、再オンライン祭では、賞が異なっている。喫煙、飲酒をび、酒酔い状態で、 踊りへ参加しないこと。水、飲み物のかけ合いをしないこと。踊り、隊列への出し等の搬入をしないこと。全裸、半裸に近い身支度をしないこと。踊りの音楽を妨げるような太鼓、笛等の打楽、水槽をしないこと。他の村地の踊りを妨げ、または迷惑となる行為をしないこと。申し込み以外のもの及びリストバンドをつけていないものの、 踊りへの参加または手助けをしない。その他、大会の運営に支障をきたす行為をしない。会社、事務所、営業所、工場、観光庁などの従業員、職員及びその家族で構成され、かつ連長が構成員を把握し統率できる、連長内会、自治会、PTA、子も会など地域に密着した公的な活動を行っている団体を母体とし、かつ連長が 構成員を把握し統率できる村児。